父さん肉から見えないよ。でもそっか、フィールとか開けられてる。ごそうよ、このイカルフィマサルフィにスティーゴシー今回ご来場いただき各を御礼申し上げます。ありがとうございます。してズレモスマどちらからいらっしゃいましたか。幼鳥、沖縄県出身の方、沖縄県出身の方、あ、たくさんいらっしゃいますね。それでは、大和の国、本土の方、または外国の方から観光にいらした方、おや、目だ。これはこれは、ひるましいこと。わからん。では、皆様の年齢をお聞きしたいのですが、10代の方、20代の方、ということがわかりました。改めまして、本日首里城にご来場いただき誠にありがとうございます。琉球王国第二将士13代目正慶王様より踊り奉行を命じられたそれがし玉城長君、今宵皆様を歓待するべく遥か18世紀琉球王国より時空を超えて参上つかまつりましてござりまする。さて今宵皆様にご紹介いたしますのは組踊りという琉球独自のセリフ、音楽、踊り、この3つの要素から成り立っている
琉球独自の創作歌舞劇となっております。琉球王国の新しい国王様を中国よりの使者八方氏が任命するために琉球王国に渡来し、そのおもてなしの芸能を歓待するための芸能として創作された沖縄の歌舞劇となっております。この琉球王国独自の歌舞劇組踊り、我が国の文化教養の高さ、平和外交、また中国への忠誠の心を示す絶好の機会として重要な取り組みという我が国の位置づけとなっておりました。さて、この組踊り、どのように創作されたかといいますと、我が琉球に昔から伝わる芸能や故事、これらを基盤とし、大和の芸能、能、狂言、歌舞伎、また中国の芸能を取り入れ、現代の言い方をします、流行りを取り入れ創作した歌舞劇となっております。さて、この組踊り、誰が創作したのでしょうか。誰でしょうか。何を隠そう、今言ってくれました、ありがとうございます。その組踊りを創作したのは踊り奉行を仰せつかった私、浜城長君でございます。ありがとうございます。さて、この組踊り、私が創作いたしましたのは5つの作品、二道敵討ち、終身金入、メカルシ、高校の巻、女物狂い、この5つとなっておりますが、それ以降にも数々の組踊りが創作され、1972年国の重要無形文化財に認定され、その後2010年には世界ユネスコ無形文化遺産に登録され、国の宝から世界の宝へとなり、この玉城それを聞き万感の思い、感謝の限りでございます。ありがとうございます。さて、この組踊り、札幌市にご紹介する組踊りであったため、この首里城でしか舞われていませんでした。そして今宵、皆様もこの首里おごしこにて組踊りをご覧いただこうと思います。今宵上演するのは二道敵討ち、上演時間は1時間ほどの作品となっており、本日この二道敵討ち上演時間たっぷりとというわけには参りませんので、本日皆様にご紹介いたしますのはごく一部の見どころとなっております。その前にあらすじをご紹介いたします。天下を取るために野心に燃える浜割、中城城の御様丸が目障りだったということで、その一族を滅ぼし天下を取ることを目論みます。しかしその息子汁町上重は実は生きており、雨割が主演をするということを聞きつけ、踊り子に身をやつし、雨割を酔わせ油断させ、見事親の敵を討ち取ります。今宵皆様にご覧いただきますのは、その雨割の冒頭の名乗りの場となっております。野心を燃やす雨割のその豪傑たる所作、その気持ちを七味自治という所作で表現いたします。その迫力たるや見事
見事なものでございます。ぜひとも楽しみください。さあそれでは組踊り抜粋二度を敵討ち雨割り名乗りの場お楽しみくださいませ。茶人むぬよやらぬあまんじゃなかちりんぬあまういおっぬあみかじやたゆるとんひとのぬずみごとてらんくぬしけぬなれやおにゃよちゅいぐしくふるぼせばこのてんぬしたやわじゅうしちあしりうちゆくらさみちざわいしゅたるぐさまるぬあじんちゅいぐしくぬぼていろいろにいなちおじみゆいって、おたくと名前やぐさまるんくるち。なしがかいしててしりがかいしてて、ちおざわいねらん、みちざわいねらん。ゆかるふぃゆいらで、マサルフィユイラディシュイクサシラニナファイクサシラニ。いかがでしたでしょうか。ありがとうございます。本日ご覧いただきますのはこのごく一部となっております。しかし現代でも私が創作したこの5つの作品以降にも創作された作品が現在では浦添市にある国立劇場沖縄やその他の劇場で上演されております。皆様、今宵ご覧いただきました二度を敵討ちの続きはその劇場にぜひとも足を運んでいただきご覧いただけると天城長君この上ない喜びでございます。本日皆様にお会いできましたこと心より喜びいたします。またの首里城へのご来場を心よりお待ち申し上げる所存でござりまする。本日は誠にありがとうございました。お客様へご案内いたします。この後後方の方針門から屋外デッキを通り木材倉庫原寸場の一部をご覧いただきながら次の会場北城郭へご案内いたします。
後方座席のお客様からゆっくり立ち上がり、係員の誘導に従ってお進みください。公園内は非常に暗くなっております。